日本に関する出来事を古い順に並べましょうイギリスと日英同盟が結ばれた新と下関条約が結ばれた関税自主権が回復した1894年日清戦争の講和条約として翌年に下関条約1902年に イギリスと日英同盟を結んでその2年後1904年にロシアと日露戦争その講和条約としてポーツマス条約が結ばれました次に条約改正の動き1894年に陸奥宗光が領事裁判権の撤廃に成功1911年に小村寿太郎が関税自主権の回復に成功正解は213。1 3